のーにゃちゃん、いつも入るんだけど顔でクイッてして。あ、そう。もえちゃんハウス。そういうことね。あ、こういう感じ。これ入ってくんだ。上手でしょ。上手だね。上手。まあこんな感じでお気に入りのプリンベッドなんですが、はい、2年使ってだいぶコタコタしてきたので、うん、新しいベッドを買ってきました。いいよ。よかった。はなちゃんが好きそうな形。おいいですか。わ置いていい。もなちゃん、もなちゃん置くよ。置かせてもらってどうですかね。だいぶシンプルになったね。うん、言ってもらえるかな。ねえ、一人でテンション上がってる声だ。折ったらちっちゃく見えるね。そうだね。まだじゃダメだ、遊びたいんだ。ね、遊びたいのか。めっちゃ食べてる。どう見ても小さい。小さいね。小さい。このベッド小さすぎるかと思って、うん、もう一個用意したんだよね、うん。これはペット用っていうわけじゃないんだけど、うん、入れるフロアクッションって言って、うんうん、人もワンちゃんもワンちゃんもね使えますよっていう。どっちにでも使えますよと。うん、一緒に使うことはできます。できる。すごい柔らかい。あ、結構大きい。あ、ほら入れるんだよね。え、ワンちゃんハウス。もう全然分かってない。何にも分かってない。ふかふかでしょ。なんかモナサンド。モナサンド。まあ気にしないで遊んでる。気にしないで遊べるんだね。なんかビビりなとこと気にしないとことあって面白いよね。とにかくボールを置いたかったんだね。うん。怪獣出てきた。出てきた。やめなさいよって。あれあれ。急に幸せになってない？うん、やめなさいよって言われてる。気に入ったっぽくない？うん、怖い。これはあったかいわ。商品として最高だよ、これ。こんな感じで車ってさ、ゲームとかしたりしたら最高だよ。もちゃんも入ればいいっしょ。ねえ、もちゃん来る。お、入った、入った。入った、入った、無理やり入ってた。おお。もう、収まるもんだね。かわいい。かわいいね。これ、のいちゃんとも入ったら幸せ。ね。今幸せだね。遊びたい子もいるけどさ。なんか今日すごい子供っぽいね。子供っぽい、確かに。2階で、うん、のいちゃんも気になってるみたいだから、うん、持っててみようか。いいね、うん、出てきた。そうはさせない。ハウス。私はそっちがいいな。うち、こっちでもいい。ハウス。モナモナ来た。面白いね。いいじゃん。モナちゃんいいじゃん。のいちゃんはこんな入んないのかな。入んないのかな。入んないのかな。
でも置いといたら使いそうじゃない。そうだね。ね。豚に夢中だね今はね。うん。ベッド使ってるね。上手に使ってるわ。うん。おもちゃ隠してるじゃん。うん、よいしょ。フランスパン。木も丸太。何もおもちゃ入ってる。全部長いもの、自分と似たものを入れてますね。